動画は、朝までに起きた重要な米経済イベントをはじめ、主要な金融ニュースをいろいろ取り上げるわ。解説は霊夢。質問などのツッコミはマリサね。引用はニャス姫。10分から12分程度の時間で簡潔にまとめていくわよ。おう、みんな、よろしくだぜ。では、ニャス姫、今回の話題をお願いね。今回、米経済指標はお休みよ。今日、米 CPI 発表があるけど、今回は特に何もないわ。今回は21時半からなのでしっかり確認しておきたいよな。インフレは原油価格下がっているから、低下していると思うけど。大事なのは季節調整済みコアの方よね。これがどこまで、下がっているか重要よ。おう、これは円やウォンなどの通貨。もちろん、世界中の株価に影響するから。株や為替が一気に動く可能性もあるから注意だぜ。まあ、ここ何ヶ月もやってきたので、今さら、突っ込む内容でもないけど。初心者さんもいるかもしれないので、念のためにね。では、今日の注目ニュースに行きましょうか。NATO、ウクライナは、条件整った際に加盟申請へ手続き免除も。ストルテンベルグ事務総長が表明、具体的な工程表設定には至らず。ウクライナには、加盟行動計画を免除、迅速な加盟実現へ便宜。北大西洋条約機構 NATO 加盟国はウクライナに対し、条件が整った時点で加盟を申請すると約束した。迅速に加盟を実現させるため、手続きを簡素化する方針も示した。NATO 加盟国は、11日にビリニュスで始まった首脳会議で、加盟希望国に通常義務付ける加盟行動計画 MAP を、ウクライナには、免除することに合意したと、ストルテンベルグ事務総長が記者会見で明らかにした。これで、ウクライナには、米国など NATO 加盟国から、全面的な軍事的保護を受けられる具体的な見通しが、約束されたことになるが、ゼレンスキー大統領が、求めていた明確なロードマップが示されるには、至らなかった。これに先立ちゼレンスキー氏は、ツイッターへの投稿で、加盟への具体的な工程表が、設定されなかったとして、NATO を批判していた。ストルテンベルグ氏は NATO から、これほど強いメッセージが打ち出されたことは、過去にない。他の加盟手続きを見ても、タイムラインが設定されたことは一度もなく、すべて条件ベースだったと説明。MAP の免除で、ウクライナの加盟手続きが2段階から1段階になると語った。霊夢、これはどうなんだ？条件というのが全く具体性がないわ。手続き緩和とか。そういう話になってるけど、その条件が公開されない限り。このままウクライナはロシアと戦争継続しかないわよ。さすがに NATO も戦争に巻き込まれたくないか。表立ってはね。もう、どう見ても水面下や裏では、バチバチやってるわよ。ウクライナがここまで前線しているのは、その裏で各国が強力な軍事支援をしているおかげよ。しかし、もうすぐ1年半だろう。でも、終わる気配もないものな。まあ、ロシアも内乱が起きたり、国内での反対派処分に忙しそうよね。血の日曜日事件みたいなことが起きなければいいけど。確かに日露戦争中に起きた労働者の弾圧事件だよな。ええ、戦争反対という条件も重なるわ。ロシア国民がこのままプーチンの言うことを聞いてるとも思えない。恐怖政治がいずれ崩壊するのは歴史が証明しているからな。そういえば、日本の NATO 加盟はどうなったんだ？これはフランスが反対しているわね。記事見ておきますか。フランス大統領府は7日、北大西洋条約機構 NATO が、検討する東京事務所の開設について、マクロン大統領が、NATO のストルテンベルグ事務総長に反対の意向を、伝えたと明らかにした。リトアニアで11日に、始まる NATO 首脳会議の議題になると見られるが、フランスが反対を続ければ、
事務所の開設は困難になる。この問題をめぐっては、富田浩二駐米大使が5月に、ワシントンで講演した際、NATO と日本の連携強化の取り組みの一つとして、東京に連絡事務所を開く方向で調整が進んでいることを明らかにしていた。仏大統領府筋は、7日、NATO サミットを前に記者団の取材に応じ、NATO の N と A は北大西洋を指すと指摘。集団防衛の対象になる地理的範囲を北米と欧州の加盟国領土などと規定した北大西洋条約第6条を引き合いに出して、我々は原則的な理由から事務所の開設に賛成できないと明言した。霊夢、フランスが原則かどうか述べてるぞ。フランスは中国と密約でもしているんじゃない？ NATO の勢力拡大を裏で阻止してほしい。見返りに中国が飛行機をたくさん買ってくれたと。フランスのマクロン大統領の発言からすれば、ありえない話ではないな。その前にフランスは暴動を止めるべきだけど、無理なんじゃないか。移民は本当にややこしいからな。でも、このように日本の NATO 加盟は、ウクライナより難しいかもしれないわ。ジンボルトは時事ネタも好きだから、たまにこうして見ていくけど。まあ、時間があればだよな。次に行こうぜ。では、ダウを見ていくわよ。ダウは、前日比$317.09% 高の、$34,261.42で、終えたわ。おいおい、CPI は、今日前に大きく動いたな。日経新聞によると、クラウドサービスの値上げを発表した顧客情報管理の、セールスフォースが 4% 高で、終えた。アナリストが投資判断を、引き上げた工業製品、事務用品の、3M、3M は 5% 高となり、金融の JP モルガン、チェイスも、買われた。4から6月期の民間機の出荷台数が良好な伸びと受け止められた航空機のボーイングも買いが目立った。米原油先物相場が上昇し、石油のシェブロンも高かった。ナスダックは続伸し、前日比 75.218ポイント 0.5% 高の 13,760.699 で終えたわ。これ、ハードル上げすぎじゃないか？そうね。これで CPI が思ったより、下がらない場合は、反動が大きそうよね。嫌なサプライズにならないことを祈るしかないな。では、注目ニュースに行くわよ。中国の低所得国向け債務救済が急減、一部の国に集中報告書。北京、29日、ロイター、米調査会社ロディウム。グループは、29日発表した報告書で、中国の低所得国に対する債務救済額が2022年は前年から 50% 以上減少したと明らかにした。新たな国債再編交渉とゼロ金利融資の償却は21年には合わせて190億ドルだったが、22年には90億ドルに減少した。23年は4月までの合計で17億ドルにとどまっている。また、新型コロナウイルス流行時に低所得国の債務返済を支援する多国間イニシアティブがまとめられ、中国もこれを支持したが、報告書によると、同国は引き続き返済猶予について2国間で交渉し、債務救済は一部の国に偏っている。中国は20年と21年に推定82億ドルの返済を延期したが、このうちアンゴラ向けが約50億ドル、パキスタン向けが約10億ドルで、他はケニアとコンゴ共和国だったという。中国も財政危機で他国の債務救済を減らしているのか。アフリカ諸国への救済は資源目当て、必要な資源がなさそうな国は捨てていくんじゃないかしら。中国っていつも困難ばかりだよな。不動産バブルが崩壊して中国経済は待ったなし。そのうちいろいろ見られそうね。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。
チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。